活躍していないのにヒーローインタビューへ勝手に参加。これから活躍しますと沸かせた。両打席ホームランを達成したが、全員に無視された。北海道とはと聞かれ、でっかい道です。ドヤ顔をかました。9回裏12対11、ピッチャーがおらず、仕方なく登板。初球デッドボール、1球で敗戦投手に。投手のサインはカーブだったが、落ち球はストレートとスライダーのみだった。残留宣言をしたら、コーチや監督から、FA しろよといじられる。バットを一度も振らず、押し出しでヒーローに、なんかすみません、とガッツポーズ。引退後、石橋貴明の事務所から、ドラ1指名されるが、断って会社設立。始球式で投げたボールを、バッターとキャッチャーからガン無視された。